ちは、須藤めぐみです。今日も楽しく歌っていきましょう。今日のジングシューレはカエルの合唱ですけれども、この曲はとても短いので、最初にちょっと準備体操をしたいと思います。なんでほっぺを触ったかというと、口を開けたりとか閉じたりはあまりないかな、広げたり縮めたり、まあいろいろな形にするために、演技用の発声練習のための、あえいうえおあおっていうの、これを聞いたことあるかと思いますが、これをやってみたいと思います。普段あまり人と喋る機会がない方はこうだんだん声も出なくなってきてしまいますし、顔の筋肉を使わなくなってきてしまいますので、これを柔らかくしておいて歌につなげたいと思います。で、これを言う時にいつも喋るくらいの高さで、あえいうって言うんではなくって、ちょっと高め、あえいうぐらい、あえいう、もうちょっと高くてもいいから、あえいうえおあお、これ高すぎる感じですかね。あえいう、皆さんだったらこれくらいですかね。これファーソーソーソーっていう音ですけど、ファとソを使って、あえいうえおあお、いつもよりもちょっとオーバーアクションで口を動かしてください。これをやることでこう筋肉をたくさん使うことができます。これで、50音あからうんまで、やってみたいと思います。それではいきますよ、どうぞ。あえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそたてちつてとたとなねにぬねのなのはへひふへほはほまめみむめもまもやえいゆえよやよられりうれろらろわえいうえおわお、うん、こんな感じです。できましたでしょうか。何回もね、これ巻き戻してやってみるといいかもしれないですね。それでは今日の歌、カエルの合唱をやってみましょう。臨床です、臨床で楽しんでみましょう。カエルの歌がまで行ったら皆さん入ってみてくださいね。それでは歌ってみましょう。
これ侮れないですよね。なんか釣られちゃう感じがするかと思います。それではまた次回お会いしましょう。